本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさあ、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。無線ワイヤです。 Bluetooth 接続、有線接続、これら全てが接続できるので悩む心配なし。最大70時間仕様の大容量バッテリーが搭載。かっこかわいいアライグマデザイン、長さと角度が調整可能。どんな頭の形でもフィットする仕様。高音質サウンドが楽しめるワイヤレスヘッドホンを紹介します。開封の儀、こちらでございます。正面裏色はブラックです。開けていきます。取扱説明書、後半部分は日本語仕様です。トランスミッター、こちらは USB-A と Type-C 仕様です。こちら回転式ノイズキャンセリングマイク、360度動きます。充電ケーブル、 Type-A と Type-C です。こちらかなり長さがあります。 Type-C とオーディオケーブル、こちらは有線で接続する際に使います。同じくこちらも長さがあります。こちら本体開けていきたいと思います。おお、いいデザイン、大きめです。マイク端子、タイプ C、 電源ボタン、音量、ミュートボタン、こちらに L と R と書かれております。かなり広がります。はい、こんな感じです。こちらのイヤホン、最新の 3D プリントで印刷されたかっこかわいいアライグマデザイン。本体にはバッテリーが内蔵、約3時間の充電でなんと70時間連続使用が可能です。なので頻繁な充電は不要です。装着感について、こちらオープンイヤー型のカップ、肌触りの良いクッション素材を採用。めちゃめちゃ柔らかいです。包み込まれるような感触です。ソフトな付け心地で柔軟性と通気性にも優れております。イヤーカップ内側は30度調整できます。これくらい角度調整ができます。耳への圧迫感やベタつきなどの心配はございません。これですね、長さ調整なヘッドバンドを採用。こっち側で見るとここ点線がついてます。どんな頭の形でもぴったりとフィットしてくれます。長時間の使用でも頭が痛くなりにくい仕様です。幅広い互換性、 4way 接続、こちらのヘッドホン、なんと4つの接続方法が可能です。こちら付属品のトランスミッターは取り外しが可能です。 Type-A と Type-C、 2-in-1 仕様です。4つの接続方法を見ていきます。まずは1つ目、 2.4GHz Type-C ワイヤレス接続、こちらは主にスマートフォンに接続ができます。続きまして2つ目、 2.4GHz USB-A ワイヤレス接続、こちらは PlayStation 5、 パソコン、 PC、 スイッチなどが対象です。3つ目、 Bluetooth 5.3 接続、スマートフォンやパソコンにおすすめです。 3.5mm 有線接続、こちらは付属しているケーブル、こちらをつなげて接続をしていきます。 Type-C と 3.5mm です。こちら全て接続を行うとビープ音と LED ライトで今どんな接続モードになっているか確認することができます。優れた音質について RU 磁気臭をサウンド素材として使用。コアスピーカーの PET グレードの振動板によりクリアな高知音域、強力な重低音に対応しています。耳全体をすっぽりと覆うデザインなので臨場感たっぷりの 3D サラウンドサウンドを体験することができます。それはまるでコンサート会場にいるような繊細な音色、ゲーム世界に入り込んだような空気感、振動、銃声や爆発音を再現できるワイヤレスヘッドホンです。特にFPS や音の音像定位や明確な音効果、これらの再現を重視した高音質なヘッドホンです。ではですね、音質をチェックしていきたいと思います。でまずですね、こちらのトランスミッター分解しまして Type-C です。 Type-C ということはスマホであればこちら、ただつなげるだけで音をですね飛ばすことが可能です。つなげますとこんな画面が出てきました。ヘッドホンつなげるとこちら、電源ボタンを長押します。はい、ここ青ランプ、はい、光っております。音質が小さければ左側のみに操作関係がついています。はい、今こちら外しました。続いて Bluetooth 接続を試してみたいと思います。スマートフォンの Bluetooth 接続、こちらをオンにしていきます。はい、そうするとその場合はですね、こちら、はい、ではもう一回長押しします。こちらミュートボタンなんですけども、ミュートを押すと赤く変わります。音が聞こえない状態です。
はい、視覚的にとても分かりやすくて便利な仕様です。この電源ボタンをですね2回押すことで Bluetooth モードと切り替わっていきます。じゃあ SPARK01 と出てきます。こいつですね、コネクテッドときて、はい、接続済みになります。 YouTube の音源を聞いてみたいと思います。はい、やはりその密閉感がありますので、しっかりとですねクリアなサウンドを体験することができます。中低音もですねそこまでズンドンとは出ないのですが、音自体は低音もしっかりと感じることができる仕様です。6ミリ大型ノイズキャンセリングマイクについて、こちらマイクがついています。本体ここです。このマイク、6ミリ大型単一指向性ノイズキャンセリングマイクが搭載しています。通話中、周囲の効果音を効果的に低減、気になってくる背景音やキーボードやマウスのクリック音を抑えてくれます。このマイク、騒音抑制の高周音マイクは全方向調整が可能です。はい、360度どこでも動かすことが可能です。もちろん取り外しも簡単にできます。このマイクで電話の通話やリモート会議、ゲーム中、ディスコードでの通話などに活用することができます。どこにいる敵、こちらのヘッドホンいかがだったでしょうか。長さと角度調整、どんな頭の形でもしっかりフィット、無線ワイヤレス、 Bluetooth 接続、有線接続、さまざまな接続に対応、最大70時間のバッテリー搭載、長時間のゲームプレイにも耐えられます。また50ミリ大口径高音質サウンドを体験できます。そして何よりこのかっこかわいいアライグマデザイン、こちら気になった方はぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。このヘッドホン総合パフォーマンス高すぎです。本番いきます、よーい、ブルース肌ざわゲーム世界に入り、特に FPS